そう、今日最近ね予定出したんですけど、お昼配信もね積極的にやっていこうかなって、あの生活をね整えるために、やっぱお昼配信あるなって思ったらちゃんと夜寝るようになるから、ちょ最近昼夜逆転しちゃってよろしくなかったんですよ。でそれを昨日ね、あのカータに配信終わった後、あの昼夜逆転してんだよ私って、よくないんで夜寝なきゃいけないんだよってね、1時ぐらいにね、カータに言ったら、カータンがなんかそば作り始めて、鴨そば食べようとか言ってね、昨日うんつってカータンが鴨そば作ってくれて、鴨そば二人で食べて、しかもキッチンで二人で立ちながら鴨そば食って、立って喋りながら、座る場所がねえとか言いながら、あの食って夜中の3時ぐらいに寝たっていうあのさあ、わし昼夜逆転直したいんじゃって言ったよなっつって、うーんみたいな、かなたんさっつって、あいつ変な時間に起きてきたから、冷やし中華とそば両方、私には冷やし中華作って、かなたん自分にそば作ったんだけど、結構たくさん作ったから一緒にそばも食べた